どうも皆さんこんばんは。オオカミのチャンネルへようこそ。本日はプラネットコースター海賊の入りへやっていきたいと思います。巨大な旋風をオープンさせて売り上げが645か。マットの人の方が高いんだね。これでも高いって言われてる。高いか。下げようか。じゃあそんなに儲からないね。人気は高いけどコストが安いね。まあ元の値段も安いからかな。171616まだ高い。ちょっとずつ減ってるね。若干高いのか。これでやっと減ってきたかな。まずい通知が12件も ATM の価格が高すぎる。すいません高すぎる。すいません。旋風の料金まあ大丈夫でしょう。これでもう作らなくていいかな多分。ああでもそんなにさっくりいかない。ああ一気にいくね。もう終わる。すごい順調。1個立てた時点でわあ立派だな自分で作っておいて言うのはあれだけどすごく立派。もう終わっちゃいそうだな多分。研究しとこうかお金に余裕があるなら。それか宣伝ファミリーが少ないね。マーケティングファミリー自動更新はいらないや。あとは人か。スタッフが辞めないようにスタッフのご機嫌を。仕事量多い。訓練してお金をちょっと上げて訓練してお金を上げて訓練してお金を上げる。少ない人はいいねとりあえずね。さて順調に黒字かな。あれそんなことない。若干マイナス。旋風の料金が安すぎる。どうしてもワイルドブルーが前に来る。ああちょっと安いのか。適正価格こんなもんかな。まだ安いのかな。価格設定がねいまいち難しい。すごくギリギリを攻めないと混みすぎるし。13でもさっき高いって言われたんだよな。でも13ってことないよね。他のところってだって相場が17とかでしょ。コースターで14一気に上げたり下げたりしすぎたのかな。14ぐらいなら言われない。15でもいいと思うんだよね。ダメかなこれぐらいで。月間利益4000か、結構難しいね。なかなか難しい、手強いかも。ああ、マーケティングどうだったの？2、3% 増えてる感じ。マーケティングにちょっとお金使いすぎたかな。まだいける。これでどう？マーケティングがなくなれば、あ、そうだね、やっぱりね。ちょっと急にマイナスになって怪しいなと思ったんだよね。15、15.5 が限界かな。16、最後の攻め。ここでやめよう、もう。これ以上攻めるのはやめよう。不満はないね。落ち着いてるね。すごい数字とにらめっこのゲームみたいになっちゃってるけど、ほとんど。いやー、でもいいよね、遊園地。まだいけるかな。価値も結構高いし、そうだね、入園料を上げてみようか。普通かな。普通かなってどういうことさ。いやー、いまいちだね、まだ。厳しいか。これ意外と難しいね。かなり手こずるな。もう一個ぐらい作んないとダメかな。値段上げる？もうちょっと。いや、十分高いと思うよ。高すぎるって言ってるし。ああ、もうちょっと上げようか。扇風高すぎる。16.3、16ぐらいにしとかないといけないのか。高い。行ったり来たりしてるけど、どうなの？高い？ちょっと高いか。これぐらいにしておこうか。難しいなあ。月間利益っていうのが結構厳しいな。返金してもらうつもり？すいません、何がいけなかったのさ。何がいけないの？他になんかある？要望。濃度の乾き？ああ、ショップが混みすぎてる？ちょっとじゃあこの辺にショップでも作ってみようか。難しいね。この辺にもお客さん入るようにした方がいいのかな。ちょっとショップで対応してみよう。大きいのはでも赤字になるんだよな。どうしよう。ビーフ所長でいい？許してくれるかなみんな。邪魔かなあんまり。ビーフ所長と飲み物屋さん、これでどう？これでどうかな。経営自体は順調なんだけどね、幸福度が下がってる。なんで？なんか高いかな。いや、そんなことはないね。待ち行列が長いのか。ちょっと古くなってきてる。あ、本当？ ATM 高い？これですごい安いと思うけど、トイレ大丈夫？まあ高くはなさそう。トイレも作っておいた方がいいかな一応。やっぱりトイレよしと。わあ、これでも月間利益届かないんだ。ちょっと一回研究入れます。コースター。いや、意外と手こずるかもこれ。あと1本まで行ったりしてるんだけどな。はい、それでは新しい乗り物もう1個ね、多分ここに作れると思うので作るかもしれません。そっと次のために草木の除去を始めてますが、はい、それでは本日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。竹になります。おかみでした。アディオスアミーゴス。またね。